この番組は三共とご覧のスポンサーの提供でお送りします。お母様はパルスにお話があるとか。パルスに？神浜市、この町のどこかに棺に関する新たな情報はないの？目星はつけてあります。わかってるわね。あの棺はお前たち一族にとっても意味のあるものなのよ。カノン。お母様。何をしていたの？その、お食事の時間よ。あら、そうね。ねえ、お母様、今話してた棺って何？何を前からパルスに探させてるの？私にも教えて。カノン、部屋に入るときはちゃんとノックをなさい。さあ、食事にしましょう。はい、お母様。あれ、パルス帰っちゃうの？自分の部屋があるんだし、泊まっていけばいいのに。ここなら安心して眠れるし、草とか水だってちゃんとあるんだよ。今日はやめておく。野生なんだな。二人とももう寝なさい。はーい。今夜は寒いわね。ダメだと言ったらダメなんだ。だからどうしてよ。いいじゃない、教えてくれたって。なんで棺のこと教えてくれないのよ。しつこいぞ、いい加減にしろ。おはよう。おはようパルスさんもおはようございます。ああ、カノンちゃんとパルスさんって知り合いだったんだね。びっくり。ええー、まあ僕カノンちゃんの家庭教師をやってるんだ。そうなの、ブラドニアにいた頃から教わってて。へえ。じゃあ講義があるから。先生さようなら。ずいぶん前からの知り合いなんだね。いいな、パルスさんに勉強し。ところでリコちゃんとリムちゃんはパルス先生とはどういう知り合い？ね、ピンチのところを助けてもらったりとか。ああ、私たち何度かいろいろパルスさんに助けてもらったことがあるの。棺。お母様ったら、木島珠緒の誘惑なんてつまらない役目だけを私に命じて、あとは何も教えてくれない。あ、うめえ。ああ、取っておいたのに。嫌いなのかと思った。一体棺って何？邪魔ね、考え事してるのに。何かしら。あのさ、カノンちゃんってパルスさんのこといろいろ知ってる？パルス先生のこと？そう、例えば趣味とか好きな食べ物とか。好きな食べ物？実はうちの渚姉がパルスさんの。ちょっとリコ。え？そういうことは本人以外が言っちゃダメなのよ。あ、そうなの？危なかった、全部言っちゃうとこだったよ。やべやべ。もしパルスさんのことで知ってることがあったら何でもいいから教えてほしいの。教えて。そうね、パルス先生のこと。私だって知らないわよ、パルスのことなんて。確か趣味は編み物だったかしら。編み物？パルスさんが？意外。じゃあ好きな食べ物は？チョコスフレ？
パルスさん甘いもの好きなんだ。え、パルス先生？ああ、そうみたい。パルスさんって結構ギャップあるね。でもお姉ちゃんと気が合いそう。ああ、くだらない、どうだっていいわよ、まったく。棺、全然わからない。おむすびの中身なんだった？おかかチーズ。何よ、おかかチーズって。そうだわ、この子たちに調べさせちゃえばいいのよ。間抜けな探偵団へ、明日夜7時棺をいただく怪盗ビューティーバット盗むって言ったらあの子たち絶対棺のことを調べるわ。リコちゃん、手紙落としたみたいよ。え？うその後パルスさんとはどうなの、ナギサ？お？何かあったな？何もないわよ。それに最近会ってないし。でもパルスさんって今フリーなんだよね。フリー？彼女がいないってこと。どうなんだろう。マジ？だってそんな話したことないもの。いつも生物学の話とか。だ、何それ。彼女いるかいないかなんて押さえておく基本中の基本じゃない。そうなの。でも行くよ、渚。え？パルスさんのところ。ちょっとかすみ。いた。戻ろうよかすみ。なんでよ。だって用もないのに。もう恋に用だと関係ない。パルスさん。こんにちは。久しぶりだね、巫女神先生は元気？はい、あのみじんこで。絶滅種の存在理由。ああ、人間の勝手な言い分が書いてあるのさ。勝手な言い分ですか？ん？そうだ。ちょうど明日この流星群が見られるんですよ。よかったら3人で見に行きません？ねえ、いいですよね、バルスさん。かすみ。そうですね。よかった。じゃあ明日夜9時に上浜高台で待ってます。行こう、渚。楽しみにしてます。チャンスだよ、渚。私は途中でうまくフェードアウトするから。もうかすみったら。ただいま。帰ってきたぞ。なぎさね、挑戦状だよ。マンナテイダンへ、明日夜7時火をいただく怪盗ビューティーバット。火？ちょっと読めないわね。どうしてこんなになっちゃったの？よくわかんない。明日の夜7時。どうしたの？やっぱまた挑んできたな、ビューティーバット。今度こそケンロックホームズ様が引っ捕らえてやるぜ。でも何を盗むつもりなのかな。はい、まずはそこを解明しないと。火のつくもの、なんだろう。ヒレカツ、ピラフ、冷やし中華。真面目に考えなさいよ。盗まれるものが何かは宿題ってことで、今日はもう終わりにしようぜ。そうだね、明日の夜までに分かればいいんだし。リコーダーのテストも近いもんね。練習しながら考えよう。僕はもう少し解読できるか見ておきます。んじゃ解散。よかせた。ね、リコ、お姉ちゃんに。そうだね。あのね、お姉ちゃん今日学校でパルスさんのこと聞いてきたんだけど。パルスさんのこと？何それ、意味わかんないし超めんどいんだけど。いいから明日あの子たちを見張っていなさい、ビューティーピンク。またそれあの子たち今頃血眼になって棺について調べてるわね。スフレって難しいのね。あ
よかった。これはうまくいってるわよね。何してるんだい、こんな夜中に。うん、ちょっと。へえ、かりんとうか。いただきます。うん、おいしいや。明日の事件すぐに解決するといいな。なんかわかったか？うん、僕帰ってからもう一度よく見てみたんですけど、この火の次の文字、これつって読めませんか？ひつ、ますますわけわかんねえな。おはよう。おはよう。前はリコの妖精だったじゃない？だったらまた私たちに関係あるものじゃないかしら。例えば学園にあるものとか。学園にあるものでひつ…うるせえぞリコ。めーめーひつじ。あっ、ひつじ。ひつじ、ひつじかな。でもひつじ以外に考えられませんね。じゃあひつじでいいんじゃねえの。それで羊でいいの？だって他に思いつかないもん。羊で間違いないよ絶対。なんで羊なのよ。ってケイコリンに言われても。とにかくあの子たちの声を聞かせて。はいはい。つうかこいつあったけえな。なんかいいな。もう羊ですけど現れませんね。変身までしたのに困ったわね。もしかして私たちのガードの強さを見ておじけづいて逃げたんじゃないの？なんですって？だいたいさ、恥ずかしくないのかな？自分のことビューティーバットとか言っちゃってる。怪盗ビューティーバット参上。やめなさいリコ。怪盗ビューティーバット。あ、そうだ、暇だしリコーダーの練習しよっと。え、猫の手でできるよ。超寒いんだけど帰っていい？ダメよ！ヘボ探偵が！よくもこの私を笑い物にしてくれたわね！お姉ちゃんそれ何？え？あ、ちょっとね。もう7時40分ですよ。40分遅れか。こりゃもう来ないな。ってことは任務完了？で、いいと思いますよ。何も起こらないのにずっとここにいるのも変だし。じゃあみんな帰りましょうか。そうだね。よっと。じゃあな。家に帰ってちゃんと練習しようっと。よかった、パルスさんとの約束の前に終わって。ピンポンパンポン。あ、エゴ探偵に時間変更のお知らせだぞ。今から1時間後に羊をいただく。ビューティーバットピース。はあ、時間変更？1時間後。無駄足だったか。誰かいるのか？あの、楽しみにしてます。ヘボ探偵、絶対羊を奪ってやるわ。さあ行きなさいピンク。うわ、もうダメ、ケイコリ投資しちゃう。何やってるのよピンク。ビューティーバットの特攻部隊でしょ。部隊ってケイコリ一人じゃない。いいから行きなさいケイコリ。無理、もう無理だって。もう行け。時間です。来るなら来い。
予告通り羊はいただくわ。ダメよ、羊は渡さないわ。どうするのヘボ探偵。てかこっちこそ羊を取ってどうすんだ。まさかジンギスカンにして食うつもりなのか。え、マジ違う。あなたたちが棺と羊を間違えたのが悪いんでしょ。なんで棺が羊になっちゃうのよ。私が言ったのは棺よ、棺。羊じゃなくて棺。ややこしいな。棺って何。そう、なんなんだよ棺って。だからそれがわからないからあんたたちに。こんなに間抜けだったとは。とにかく羊を返せ。羊を返して。そうだ、返してください。あー、うっとうしい。ピンクバイソンやっておしまい。もうバカみたい。付き合ってらんないわ。全員バカになっちゃえばいいのよ。パニックになってる。早く安全な場所に誘導しなきゃ。あ、そうよ。リブさん。シシカバブになるとこだったんだぞ。さっきはありがとね、タマオくん。いえ、よっしゃー、一件落着。行かなきゃ。ん、みんなは先に帰ってて。約束の時間過ぎちゃった。見えないですね。うん、そういえばパルスさんって編み物がお好きなんですよね。え、そういえばパルスさんの好きだっていうチョコスフレを作ってきたんですけど、うん、好きじゃなかったですか。あ、いや、ありがとう。どこ行っちゃったんだろう。
それよりリコ、上手くなってきたんじゃない？猫の手をから楽だもん。本当に何なのよ、棺って。この番組は三共とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。